フランスリヨンのブロケード1760から1770、縦糸に青色、横糸にピンク色の絹糸を使った、ショットシルク絹織物は絹で織った織物のことである。しなやかで強く美しい光沢があるため、繊維の中でも最も沈重されてきた。丈夫であることから、やや縦断を防ぐ用途にも使われた。絹織物は中国で創出されたもので、 絹を生産している形跡が新石器時代遺跡から幾度も発見されている。刺繍が施されるようになった最も早期の事例は中国にある戦国時代の墓から発見されたものである。中国間の時代になると高価な貴重品としてシルクロードの主要な交易品目とされた。その製法は長い間秘密とされ、開口。 中国の国外に持ち出したものは死刑に処せられたとされる。14世紀になると絹織物刺繍が最盛期となり、蘇州の送金、南京の運金、四川省の食金などの刺繍デザインが発展した。西暦6世紀中盤に産業スパイにより東ローマ帝国に解雇と養蚕技術が導入され、東ローマ帝国首都周辺のトラキアで生産が始まった。その後、 東ローマ帝国が廃れ養蚕技術が拡散した。絹織物は丈夫であることから、日本では古代、絹製か不明だが870年頃だから、ホロと呼ばれる矢を防ぐ装備が身につけられた。モンゴル帝国は、聖火との1207年の最初の戦い後、矢が体に刺さらないよう絹製のシャツを着用していた。1881年、トゥームストーンの医師ジョージ・グッドフェローは、 ルークショートにより2回銃撃された賭博ブローカーを診察した際、絹製のハンカチによって銃弾が貫通しなかったことに気がつき、1887年に銃弾に対する絹織物の防弾性について記事を書いた。1901年に作られた絹織物を何層にも重ねたベストは、スペイン王アルフォンソ13世を銃弾から救っている。また、 1900年までギャングは防御用に800ドルのシルク製ベストを着込んでいた。ありがとうございます。